皆さん、こんにちは。今回も森渡りのビデオをご覧いただきありがとうございます。この動画は宇宙サンドボックス MMO スターベースの関連動画です。テクニカルレポートは利用した技術を解説するものです。今回は速度を自動制御する方法をご紹介します。採掘や離着陸など一定速度で運行したいことがあると思います。しかし、 あらかじめ調べたスロットルで指定すると貨物量が直接速度変化に現れ速度が変わってしまいますまた船ごとに速度とスロットルの関係が異なりますので汎用性はありません今回はそれを速度指定で自動制御する方法をご紹介します速度計の開発後精度確認の際速度を調節して低速から高速まで1 0 m 毎秒ごとに変化させながら しかもゼロコンマレベルで速度制御していたと思いますスロットルレバーの変化量を小さくしてちょっとずつ調整すれば手動でできないことはありませんが通常運用でも実験でもそんなことはしたくないです実際はそれを自動調節で行っていましたご覧の通りステーショントランスポンダで精度確認が完了するごとに目標速度 V をユーティリティツールから設定すると すぐにスピードが自動制御されるので、私はステーショントランスポンダの設定の変更など、他のことができます。調整次第で挙動はいくらでも変わりますが、私の場合は精度重視です。最終的に小数点3桁目まで収束します。これを速度超過してもよいので、もっと早く速度を合わせたい、あるいは全く速度超過させないなどの性質に調整可能です。これは 長い歴史のある BID 制御と名付けられた方法ですモーター冷房など周囲の条件が変わるにもかかわらず一定の値にしたい時広くこれが使われます本屋の専門書コーナーには関連の本がたくさん並んでいることでしょう BID 制御をご紹介する前により古くて分かりやすいオンオフ制御をご紹介します目標速度の毎秒 100m を下回るとフルスロットルで加速し 上回ると出力をカットオフしますこの古典的な制御でも平均速度はかなり目標に近いですが多くの方はこれでは困ると思いますではより理想的な PID 制御を具体的に紹介します PID 制御自体のヨロルコードはここに書いてある2行ですべてです隣に補助としてスロットルの制御値が0から100に収まるようにするヨロルを用意しています 最高速度以上の値を設定した時などにスロットル制御が不可能な値を取れないようにしていますあとは紹介済みの速度計そして操縦席に目標速度 V を設定するプログレスバーとオートスピードをオンオフする AS ボタンが設置されていますこれで V に値を設定するだけで自動制御されます V の設定はレバーやボタンなど何でも構いませんコードを見ても 何をしているか分かりにくいのでずっと数式をお見せします PID 制御は P 制御 I 制御 D 制御の加算ですそれぞれ独立しており特に P と I の制御はコストカットなどで単独採用されたりしますそれぞれの名前はプロポーショナルインテグラルディファレンシャルの頭文字です名前から想像するほどは難しくないですまず目標値から現在値を引き算してエラー量 E、を算出します。それに比例係数をかけるのが B 制御積分してから係数をかけるのが I 制御微分してから係数をかけるのが D 制御ですこれをヨロルに計算してもらえれば良いわけですが当然ながら微積分の機能がありませんですのでユロルでもできるように禁じします積分はエラーと時間が作る面積を出すのが本来の役割ですが誤差 E が変化する速さについて 十分分にに算出出間隔 DT が短いいいとと、とと仮定して禁止すす。ると図のの台形部分の面積を出せばよいということになります微分はエラーの曲線を表す数式を算出するのが本来の役割ですが同じく十分に算出間隔 DT が短いと仮定して禁似すると微分は直線の傾きを出すことになりますシンプルな四則演算になりましたこの式がヨロルコードの2行目に書いてあります やってていることがとがもシンプルになりましたあとは1行目でそれぞれ係数を指定してどの制御がどの程度関わるかということが決まるのと自動制御の開始スイッチの監視がついているだけですではそれぞれの係数はどうやって決めるのでしょうか実はこれは現代科学をもってしても数式で算出したものがそのまま使えるということにはなっていません お好みの挙動に調整するにはそれぞれの制御の特徴を理解してどれがより必要か過剰かを判断して係数の値を増やしたり減らしたりしますまず3つの制御のうち D 制御は単独で成立しません誤差が変化しなければそれが大きい値でもそのままです通常は B 制御から調節します KIKD を0にして B 制御だけの動作にしますそして KP の値を少しずつ大きくしながら、ほどほどの速さで収束するようにします。値を大きくしすぎると、オンオフ制御のように発信してしまいます。次に、目標設定時に大きく働き、行き過ぎを減らす働きもある D 制御を設定します。注意点として、KD は大きくしすぎると、速度超過する前から値を戻そうとします。これで、多くの方は、お好みの応答になったと思います。ただ PD 制御では、速度値一つ分より小さい調整をしようとしません。これでは、厳密には目標値から外れたままなので、私のような測定用途に使う人は、I 制御を加えます。速度値一つ分を常に行き来しながら、厳密に平均速度が一致するようになります。調整完了です。この様子では、船ごとに作って確かめるのと変わらないのではと感じられるかもしれませんが、違う点は、 たとえお好みの係数が見つからなくても値を大きくしすぎて発信しているのでなければ収束するまでの応答が変化するだけで常に出てくる結果は正確な速度だということです貨物量が変化しても速度が変わったりしませんすでにご紹介した速度計は応答がリアルタイムですのでスラスターの調節がすぐに速度の結果に現れます速度超過の計測が遅れていつまでも 速度が一定になれなれいいととうことはありませんしたがって調節が完了すると広い速度範囲にわたって速度の値を指定するだけで自動調整されます実際スロットルの調節を一切せず数値指定したからちょっと待つだけで15度の速度に小数点以下のレベルで調節されるのですからとても楽ができました皆様もチャレンジしてみてはいかがでしょうかこの動画が 役立ちましたら、高評価をいただければ励みになります。続編があればいいなと思われた場合は、この動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれがわかりますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。